皆さん、こんにちは。ロシアのアジ、カテリナです。皆さん、ロシア料理が好きですか？私のチャンネルでロシア料理だけじゃなくて、ソ連料理のたくさんレシピがあります。一緒に作りませんか？今日はカッタージチーズのチョコレートパンケーキを作りたいと思います。まずボウルにココア大さじ1、油大さじ1、砂糖好きな量大さじ1ぐらい、お湯 50ml、 全部よく混ぜてください。それでは飲むヨーグルト 100ml、 ミルク 100ml、 塩少し、バニラエッセンス少し、卵1個、全部よく混ぜてください。それでは小麦粉 120g プラスベーキングパウダー小さじ1、全部ボウルに入れてよく混ぜてください。手でもいいです。私はブレンダーを使います。このような生地ができました。フライパンに油をつけてください。それではパンケーキを焼きましょう。他の作っているパンケーキにバターをつけてください。それでは中身を作ります。カッタージチーズ 200g。 私のチャンネルでレシピも見てください。サワークリーム大さじ2、砂糖大さじ1ぐらい、全部合わせてミキサーをしましょう。このような中身ができました。少し食べてみてください。中身を入れてロールを作って、切って、カッタージチーズのチョコレートパンケーキができました。美味しいです。皆さん、最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければ、私のチャンネルを登録お願いいたします。パカパカー。